上春樹さん の, あのファンの方であれば、あのいろんな村上さんにゆかりのものがたくさんありますので、テーマパークのような感じで楽しんでいただけるかと思いますし、なんか小説はいまいちあまりよくわからないんだよなっていう学生さんもカフェに来てもらって、コーヒーを飲むうちにこの階段に来て、さまざまな文学を手に取っていただければいいかなと思ってます。あるんですけれども、それはまあ研究者用の図書館になりますが、そういうところに世界中からの研究者が来てくださって研究をする、また1階2階は一般の方々に公開して、いろんな種類の方々がこう行き交うような場所になるといいかなと思います。春樹さんが風通しのいい場所にしたいっていうことをおっしゃって、それはあの私たちも非常に心に残る言葉だったんですね。研究者なら研究者、学生なら学生っていうふうにこう固まらないで、文学を愛する人たちが行き交うような場所になればいいかなと思っています。